皆さんこんにちは、ビーレジェンド小林です。今回は最強種目シリーズということで、前もも大腿四頭筋の最強種目をご紹介したいと思います。女性はね、あんまり鍛えたくない部位なんで、正直この動画でご紹介してね、よしやろうってなる方、まあ男性でもそんな足めちゃくちゃ太くしてかっこいいなって思う方もいらっしゃらないと思うんで、この動画参考になる方もいらっしゃらないかもしれないんですけども、ひょっとしたら私のようにね、ボディービルの大会に出たいとかね、太い足かっこいいなと、めちゃくちゃ足太くしたいなと思ってる方がいらっしゃるかもしれないので、そんな方のために大腿四頭筋の最強種目をご紹介させていただきたいと思います。ズバリですね、キングオブエクササイズ、スクワットやってください。以上で終わってしまうとちょっと、申し訳ないんで、もうちょっと詳しくお話ししますけども、やっぱりね、なんといってももうキングオブエクササイズと言われてるだけあって、もうこのスクワットをやり込んでいただくっていうのが大腿四頭筋の発達にはもう一番ですね。もちろんお尻とかハムストリングといった裏側のね、筋肉も一緒に使うんですけども、なんといっても大腿四頭筋の刺激が一番大きいので、前もも大腿四頭筋を大きくしていきたい方は、もうとにかくスクワットをガンガンやり込んで重量を伸ばしていく、できればご自身の体重の2倍の重量をね、上げられるぐらいまでやり込んでいただければいいなと思ってます。体重70キロの方でしたら、太ももが地面と平行になるぐらいまでしゃがんで、パラレルスクワットと言いますけど、140キロがね、1回上げられるぐらいまでね、やり込んでいただけると、その頃にはもう太ももがね、だいぶしっかりしてくると思います。それぐらいを目指してぜひやり込んでいただきたい、本当におすすめの種目です。で、他にもね、やっぱり足を鍛える、大腿四頭筋を鍛える種目ってたくさんあるんですよ。まあレッグエクステンションとかね、レッグプレスとかありますけども、やっぱりそのベースになるのは、なんといってもこのフリーウェイトのね、スクワットになりますので、ぜひぜひこのスクワットから逃げずにね、まあ腰とか首とか、そういったところに問題がないのであれば、なるべくスクワットをやり込んでいただきたいと思います。足幅の広さ、スタンスとかね、しゃがみ深さとかいろいろあるので、まあそれによってね、ちょっと刺激が変わってきたりするんで、そういうね、詳しい解説が欲しい方はまたね、コメント欄にでも書いていただければ、改めてご紹介したいなとは思いますけども、基本的にはまあご自身の一番やりやすい足幅で、しっかりね、太ももが地面と平行になるぐらい、まあパラレルスクワットぐらいを基準に、しっかり深くまでしゃがんでいただくっていうのを目標にね、やり込んでいただければと思います。はい、今回はですね、大腿四頭筋の最強種目ご紹介させていただきました。予想がついた方もね、多いかと思いますけども、ぜひぜひスクワットやり込んでいただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。